今日は手越優也についてジャーニーさんが話すみたい。私は洋画に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっと優たちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。最近大手事務所を辞めて個人事務所を設立するタレントが多いわよね。自分の取り分アップと自由を求めての独立だよね。現実はそう甘くないのにね。はい、すごく身に染みております。その中でも手越が心配よ。少し前に圧力がすごくて仕事ができないって言ってたよ。どこからの圧力？誰？間違いなくジャニーズでしょう。うちはそんなことしないわよ。でも本人が言ってたよ。手越にはジャニーズに戻ってきてほしいのよ。今のニュースを見て。センター不在、花不在のグループはきついよね。きついってもんじゃないわよ。ハンバーグ定食のハンバーグなしみたいな状態よ。これはクレームが来るね。今の個人事務所は手越をワイドショーのコメンテーターとして売り出したいみたいなのよ。あいつはそんなところに収まる人間じゃないよ。手越は YouTube を主戦場にしたいけど、事務所は別方向で仕事をさせたいみたいだね。コメンテーターとして花が開かなくてよかったんじゃない？でしょ？圧力かけた甲斐があったわ。やっぱりかけてたんだね、圧力。菓子やりのやることは怖いね。Thank you.